リベンタローのメインチャンネル、今日はこちら。皆さんこんにちは。というわけで、今年もこの季節がやってきました。冬といえばチョコエッグ。なんか去年もね、チョコエッグのスターウォーズを買いまくってたんで、まあ、今年も一個ぐらい買ってみようかなと思って買ったんですけど、まあ、チョコエッグを見て気づきました。卵を、なんか、こうすると割れるんだけど、こう、縦からパーンってしたら、割れないっていう、握っても割れないっていう説が出てたじゃないですか。で、まあ、本物の卵じゃなくて、チョコエッグでも割れないのかっていうのをやってみようと思います。これをやってるのはさすがにいないと思うよ。ちなみにね、誰が欲しいかって言って、ミッキーがバスケしてるんじゃねこれ。じゃあこれ欲しいですね。ミッキーのバスケバージョンが欲しいですね。まあ当たるのか知んないけど。ラインナップが書いてないっていうのはわかんないですけど。はい、出ました。おなじみチョコエッグですね。これを、こうして、ここで、こう、うんって力を入れたら割れるのかどうかっていうのをやっていこうと思います。剥きましょう。これ割れる予感しかしないんだけど、割れ目入ってるし。まあ、こうして、こうしようか。こうして、割れなかったら、X の勝ちです。言います。卵ふふお、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 割れねえ割れねえ、え、え、ガチで割れない。ガチで割れない。割れねえ。こう、あ、ほらわ、すげえ割れなかった横にしたら割れたけど、縦にしたら割れねえ。すげえ。皆さんもぜひやってみてください。手がチョコまみれになるけど、これはガチで割れなかった。なんか割れ目のところが、ちょっとなんか割れそうな予感はしたけど、本当に全部がチョコで普通のチョコだったら、割れ目がなかったら、ガチで割れないっすわ。すごい！この実験は成功しました。じゃあ、最後に何が当たったのか見て終わりましょう。いやー、ひらめいてよかった、マジで。すげえ、感動ものだ。じゃあ、まずは何があるかのラインナップを見させてもらいましょう。はい。あ！ラインナップを見ようとしたら、ここにもう、野獣って書いてるわ！もう、ふざけんな！怒ってるよ、俺は！おい、本当に野獣じゃねえかよ。本当に野獣だわ。もう、組み立てます。よ、もう。なんだよ、しかも、なんちゅう顔しとん、こいつ。なんちゅう顔しとん、こいつ。は？なんやん、こいつ。は？ははは。え、ちょ、待って。ちょ、待って。え？そうやろ？あったあったあった。よかったー。さすがにこれは。ああ、もうめんど。はあ、もうめんど。まずね、ツッコミどころを言わせてください。いや、ちゃんとこれ。まず、ツッコミどころその1。俺は、こう、ラインナップを見たくて、それで何当たってるかなってしたかったんだけど、こう、開けた瞬間にここが見えちゃって、もう何が当たってるか分かっちゃったんだよ、野獣。だから、それがツッコミどころ2で、まあ、こいつのね、ほら、見てよ。顔。なんなの、こいつの顔。野獣じゃないの。気持ち悪い。しかも、脆いし、なんか、組み立てるの無駄にむずいし、なんか知らんけど、リボンついとるし、ふざけんなよ。で、最後の突っ込みどころ。See you next time. 皆さん、こんにちは！ガキゲンタロウのチャンネル登録は、こちら！教え。バイ。まあ、去年のスターウォーズのと比べると、こんな感じで、まあ、あんま変わんないっすね。クオリティはあんまり変わんないっすね。でもこれ、あんま変わんないっすね。
あ、俺ミッキーのバスケバージョン欲しかったわ。また買いますかね。ミッキーのバスケバージョンすごく欲しかった。ミッキーのバスケバージョン。あ、俺これも欲しいわ、ベイマックスの。実験は成功したけど、野獣、なんやねんこれ。あかんやろこれ。絶対商品にしたらあかんやろこの顔。閲覧注意やでこれ。何が CU ネクストタイムやねん。